第九单元、小野赴北京。第三十三課。電車が急に止まりました。基本課文。一。電車が急に止まりました。二。部屋の電気が消えています。三。森さんはボーナスを全部使ってしまいました。四。このケーキはとても美味しそうです。 A. あなたが窓を開けたんですかいいえ、風で開いたんです。B. ハサミはどこですか引き出しに入っていますよ。C. おじいさんにもらった腕時計が壊れてしまいました。それは残念ですね。D. 雨が降りそうですね。じゃあ、明日の運動会は中止かもしれませんね。 应用课文。再开<会>。五一期间放长假，小野今天从东京过来，森和小李到机场去迎接。森是从客户处直接赶过来的，因为气流的关系，小野提前到了三十分钟左右。办理入境手续处排起了长队，小野一边排队等候，一边嘟囔着：“ちょっと早く着いてしまったけど。” 森さんたちはもう来ているかしらそれにしても大勢並んでいるわね李さん小野さんお久しぶりです本当にお久しぶりお元気そうですねええ小野さんもすみません小野さん遅刻してしまいました相変わらずですね森さん でもお元気そうで何よりです小野さんずいぶん重そうなスーツケースですねそうですか服や小物が入っていますが中はほとんど空ですよ北京は初めてなのでお土産をたくさん買って入れようと思っているんですあれトランクが開いていないな運転手さんに開けてもらいましょう いいパリンサイヤ、リオ。ティン・ル・イン、ファン・ジャー・リ・ジュー、テ使い方を忘れました。どうしたんですか使い方を忘れてしまったんです。イ鍵をなくしました。どうしたんですか鍵をなくしてしまったんです。 飼っていた犬が死にました。どうしたんですか飼っていた犬が死んでしまったんです。三、車が故障しました。どうしたんですか車が故障してしまったんです。四、道を間違えました。どうしたんですか道を間違えてしまったんです。 例二、お菓子、おいしい。このお菓子、どうですかおいしそうなお菓子ですね。五、人、優しい。この人、どうですか優しそうな人ですね。六、仕事、楽。この仕事、どうですか 楽そうな仕事ですね。7、映画、面白くない。この映画、どうですか面白くなさそうな映画ですね。8、本、難しい。この本、どうですか難しそうな本ですね。104夜、3、听录音、从1至6中。 選択正确答案。0、雨が降りそうなので。雨が降りそうなので散歩に行くのをやめました。一借りた本を読んでしまったので。二森さんの部屋は電気がついているので。三今日は大変暑いので。四もう五時なので。 5ボールペンを忘れてしまったので。